さあ、それでは、じゃあ、カミラ君、テレサ君。開幕からちょっとインタビューやっていこうか。ちょっとマイクの調整するね。まあ、せっかくなので、一言もらえればと思います。はい、というわけで、まずは、カミラ君、ユリアン使いのカミラ君からです。はい、こんにちは。こんにちは。まあ、初めての10先なんで、うん、まあ、そう、とりあえず検討できるように頑張りたいと思います。あ、いいですね。よろしくお願いします。はい、じゃあカミラ君が終わって、次はテレサ君、レミ使いのテレサ君です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。準備はしてきましたか、ちゃんと。あ、準備は、まあ、直前でも、まあ、一応でやってはきたんですけど、うん、はっきり言って負けそうですいやダメだよ、やる前から割と真面目に緊張めちゃくちゃしてて、まあね、当然お互い初めてだと思うから、そういうのも含めてね、楽しんでもらえればと思います。まあ、あのお互いサードチルドレンなんで、お互い全力で足立って頑張ります。どっちも高校生だもんな頑張ってください。はい、お願いします。じゃあちょっと着席して待っててください。で、開幕、はい、ちょっと座ってまだ待っててね。開幕が 1P 側テレサレミ、2P 側、カミラユリアンとなりました。改めてのルールですが、FT 10、10本選手なんですが、先に5勝した選手が出たら席替えです。先に5勝した選手が出た場合、席替えです。はい、それで OK、それで OK。じゃあ、マイクは今日ユリアン使いとレミ使いが結構いっぱいいるので、富樫と精密にお願いしたいと思います。じゃあ2人ともどうぞ。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。今日はこのユリアン対レミが2カードあるみたいですね。あ、そうですね。最初と3試合目ですね。大鳥ですね。大鳥がね、まあ、非常にみんな期待しているところではあるんだけど、この1試合はなんかね、はい、高校1年生と中学3年生の試合なので。え、マジマジやばやばいよね。本当に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 高1と中 3？ そうそう、高1と中3。ゲームセンター来て大丈夫ですね、時間は。そうだから1本目なんだよね。あ、なるほどねそう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 いうことか。中学生って何時までだっけ、ゲーセンって？6時までか。あ、じゃあ大丈夫だ。あ、大丈夫だね。大丈夫だ、さすがにでしょ。うわ、懐かしいね。ゲームセンター中学校行ってた時のなんか思い出しません？俺中学校の頃ゲーセン行ってない。あ、行ってないの？行ってないわ行ってないわ。中学の時もゲーセン行かないと、あんたゲーマー名乗っちゃダメですよ。だってサード端とかゲームちゃんとやったのは大学生からだから俺。あ、そうなの？全然ゲームやってなかった。あ、じゃあ全然10時以降 OK ですね。10時以降そうだね。俺中学校の時なんてだってもうビクビクしながら店員さんに6時過ぎたらもう周り見まくってたからね。あ、せいくん今日そんな喋る感じなの今日はなんか俺びっくりしちゃってるんだけどやっぱさ、年同じだしさ。あ、まあそうだね。そう、あの久々に緊張しちゃって上がっちゃってる。あ、逆になるほどね。そうそうそう、はいはい、じゃあというわけなんで、ちょっとそろそろね。あ、でも今日はもうすでに名古屋のアンチと名古屋のファンがもう、あ、ほんとだ、いますね。コメント欄でも火花を散らしている。いますね。名古屋負けろやばいな、これやばいね。コメント内のバトルもやばいね。確かにな。はい、ということなんで、じゃあちょっと、はい、あ、じゃあもう始めちゃって大丈夫ですよ。準備ができたらスタートボタン押してください。はい、お願いします。はい、では、テレサレミー対カミラユリアン、はい、10先ガチバトル始めていきたいと思います。皆さん盛り上がってまいりましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあ、先ほど話しましたけど、はいはいはい、中学生と、そう、中学、テレサ君、レミのテレサ君が中学3年生で、はい、中学3年生、そう、ユリアンのカミラ君が高校1年生です。高校1年生ですか。凄まじい対決。凄まじい。なんでサードやってんのこの2人。令和の時代にこのなんつうんですかね、カードというよりかね、年齢のバトルが見れるんですねやるゲーム2世代ぐらい間違えてるんだよ確かにすっげえ若いじゃないですか。ちょっと内容の話をすると、はい、一応テレサ君はフンヌか使ってますけど、これ成君的にはどうなんですか。あ、フンヌ使ってますね、うん、ね、ユリアンはね結構反則使ってる人の方が多いかな。だよね、どっちかというと。
でもなんかユウさんとか割と憤怒を使っていて、ね、結構それでユウさんがね、お、痛いの当たって、はい、痛い、ホームランだね。だね。憤怒はね、どっちかというと立ち回り向けの、SA って言えるかな。はいはいはい。逆転能力がちょっと結構ないかもしれないね。結構追っかける展開になると辛そうだよね。そうだね。お、で2枚目張って、こう追って、まあ、コンボ落とし、結構レミのタックルタックル難しいんだよね。結構難しいよね。そうそうそう、上下よりちょい難しいから結構出ないとかあるんだ。まあ、でも富樫さんはやっぱさすがにそこを安定させてまあまあまあ結構頑張りましたけど、まあ、僕のことはいいんですけど、そうだね、この2人のことを見てそうだ、ね、あ、でもこれはかなりこうなるともうレミ結構辛い、かなり辛い、うん、ここで SA がちょっとフンヌだから結構逆転するのがかなりきついんですよね。あ、でもここで今位置入れ替えたんで走り乗ってきさえすれば、あ、しかしここはこのウェイズ、すごっ、下風呂から前捨てですよ。まず、はい、は1本目は神楽君が選手だ、高校生が取ったってことですね。高校生がそう、はい、年上のね、年上の威厳をね出していかないとね、はい、いる、いらないでしょ。ちなみになんですけど、はいはい、2人はどこのプレイヤーなんですかね。あー、それはちょっとわからない、わからないですか。神楽君はなんかその神奈川の方にお住まいとはちらっと聞いたことがあるけど、あ、結構遠くから、うん、今ちょっと神奈川もね、あんまりサードできるゲーセンがなくなった。そうですね、東北もこの間潰れちゃったからね。そうそう、悲しいね。あったね。ここやっぱり序盤はもうユリアンもあんまり無理せず、ジリキブロックゲージ貯めたいとか、はいはいはい、ゲージ貯めて一発って感じですよね、ユリアンはね。やっぱりゲージないとユリアンもそんな火力出ないから、序盤はじっくり貯めて、そうですね、後半で思いっきりダメージ、ゲージをダメージに転換するっていう。これは溜まって吐くよねと、ここでね、一歩は持ってるとちゃんとこう、タクに行けるってことだよね。そうだね。しかし、こっちが入れ替わって、でもこうなると、割とレミーはそうだね、そうそうそう、お前で、フンヌをそう、選ばない理由としてはやっぱ膝から繋がらない、まあ、そうだよね、っていうのと、ウィリアンの長い攻撃でいうと中足が長いじゃん、はいはい、そうです、結構メインの技で振ってくる技に、あれ、あれの先端を下ブロッキングして、うん、しゃがみ中パン SA が繋がんないのよ。なるほどね。フンヌだとで、あの2番のさ、反則だったら繋がるんですよ。そうだね、そうそうそう、そういうのもね、あってね、あんまりフンヌが選ばれない理由っていうのはあるかな。やっぱ地上戦でリターン取れないとき、そうそう、じゃあどこでリターン取んのみたいなところになってくると、そうそうそう、やっぱりフンヌはどうしても暴れとか対空がメインだから、うん、結構大変、難しいよね。自分から能動的に使いにくいというか、そうですね、相手の行動依存になっちゃうから。そうなんですね、よく知ってますね。ありがとうございます。さすがですね、勉強してきました。勉強してきました。勉強しました。わざわざ、まあ、セイクとマイク持つことだった。いやいや、俺今日さっき言われたんだけど。そうだね。あ、バラしちゃったね。あ、しかしこれはいい展開。そう、こういう使い方が、そうだね、そう、あっと、あっと、あまりに無垢ない理由だけ、無垢だけどすごい強気だね。強気だね、これやっぱ若いとさ、いいね、強気で、強気でいきたい。今のとかも2マックスだったから前風呂して肘入って終わっちゃうからね。まあ、そうだね。まあ、結果論ではありますが、まあでもそこ突き詰めちゃうとやっぱレミ結構リスクリターン合わない行動が、まあ、まあそうだね、やっぱ勝負いかないといけないところはどうしてもいかないといけない。あ、うまい、うまいな。ああいう1枚目の画面オスエイリスに対してすぐなんかああいう風に画面を位置入れ替えると動きができるといいよ。うん、でしかしやりの仕切り直しみたいな。でもなんか2人とも器用で、ね、めっちゃうまい。少なくとも神楽君は前ちょっと対戦したことあるけどすごい、あの一人をやってる、コンボ上手。あ、ユリアン同キャラをやったんだ。あ、そうそう、やったんだけどめっちゃうまい。色の取り合いになっちゃうね。あれでもね、俺ね、そう、最初気づいたんだけどいつもわかんの、うん、RX さんカラーなんだよね。え、誰が？神楽君。あ、神楽さん。そうそう、だから今日赤いからどうしたのかなと思って。あ、じゃあ今日気合入ってんじゃないの。気合入ってると思う。まあ気合入ると赤くなっちゃうから、まあ、もしくはまあ富樫さんとタイヤさんが見てるってことでちょっとリスペクトがあるのかもしれない。いや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 ずっと赤だけど。じゃあ2本目取りまして、はいはい、あ、テレサ君のね、あの色 SA が変わってます。あ、暗速にしたか。ちょっとやっぱりフンヌだとダメージレスで勝てんの。そうだね、ちょっと、あ、うまいな今の大パンチ。あ、ま、あ、なるほどね、対抗こうなるとレミさすがに強い。あ、うまい。あ、これそう、確定なんだよね。これうまいよね。これは絶対ね、ためあったら必ず打たなきゃいけないだよね。うん、今のは出ちゃったっけかな。大サマー当てれるとね、結構画面バーンと押すから。そう、
まあ、ユリアン戦全部に言えることだけどやっぱライン上げるのが結構大事なんだ。そうなんだよね。あ、で、エイス、いい判断。おっと、相手ですよ。おお、ちゃんとゲージも使ってしっかり体力も見えてる。ちゃんと殺しきりましたね。視野がさ、若いと広いね。そうだね。もうおじさんになるとね、なんか見えるね、ほんとだよね。あ、ひどいこと当たって。ユリアンのダッシュ投げ見えないもんね。見えないね、早いよね。早い。さあこれ投げ返しが取って、さあ変えたい SA をどこで使うか。テレサレミ今そこで使っていきたい、ね、しかしフンネから安息の切り替え早かった、ね、早かったね。やっぱり結構まずいなって思ったら結構考え方切り替えるのも結構10先大事だった、ね、うん、本人もなんか模索してるのかもしれないし、ね、確かに。あっとここでいいのができて、あーいい判断早いね。おーでもしかしお互い判断早いね。抜け方うまいな。うまいね、慣れてるね結構ね。やってるな。ゲージ大事にしたいね。でも確かにそうは言っても体力有利取られてるから。そうなんだよね。あー、ここで暴れタックルがあったね。確かに。いやこれもねありなんだよね。まあそうでしょうね、うん、だって大せいぜい食らって大サマーでしょ。そう大サマーだし、ためがないとね。そもそもしゃがみ中パンぐらい、そうかぐらいしか入んないんだよ本当に。めちゃくちゃ安いからね、しゃがみ中パン。タックルはやっぱソニックなければかなり強い、かなり強いと思う。ルグレと噛み合うと、あ、そうそう、大変なことになるんだよね。大変なことになる、本当に大変なことになる。だから割と本当にリスノーリスクっていうわけでもないけど、かなりリス低リスクでタックルはね、ユリアンは打てると思うんだよね。なるほど。結構カミラ君の立ち中継、ユリアンの立ち中継はかなり刺さってる、ジャパン。結構立ち中継強いんで、立ち中継も強い、うん、ルグレーの出がかりとかソニックの出がかり潰せるから結構重宝する。あれユリアン使いの方ですか、もしかして。一応あの10年ぐらいユリアン使ってます。そうなんですか。10年もやられてる。恥ずかしい話ですけれども10年ぐらいやってます。いやなんかやたら詳しいなと思いまして、一応あの実際にスプレーもさせていただいておりますそうですか。すいません、なんかいえいえいえ、そんな方とね今日一応今日のために10年間練習してありがとうございます。僕はちょっと10年も持たずにやめてしまいました。すいません本当。これ投げが通って、さあでもちょっとデレサ君も頑張りたいね。頑張りたいところ。ちょっとゲージをねはげてない、あのその SA としてねちょっとはげてない。そうだね、やっぱりあとやっぱりその EX ソニック強いけどダメージ取れるかそんなことはないから。そうなんだよね、走り攻めのプレッシャーがねなくなっちゃうから、やっぱどうしてもそのあのいくらねレミーというのもね、ユリアン走り攻め結構きついと思うのね。めちゃくちゃきつい。レミーの走り攻めかなりきついと思うから、ゲージ持った状態でやっぱプレッシャーかけて、あーこれうまいな。EX ヘッドからジュースペアレミー結構難しい。そうだよね、難しい。あんまりやられた記憶ない。そうだから相当一人をやってるね。これ高校生ですか。高校生です。気にしますね。すごいなと思って。でも確かにやっぱりそのユリアンはこの暴れが遅いから足攻めされると結構きついんだよね。ただやっぱりそこで安息っていう本命がないとユリアンもなんか強気で暴れられちゃうから。そうそうそうなんだよね。言ってもやっぱり安息しゃがみぐらいしたら4割弱はしちゃうから、もう無視できないダメージになっちゃうし、ゲージはテーブルとか先に行けちゃうよね。そうだね、まあ、一応テーブルはでもあのレミーもリターン取れるから。あ、そうだ、前ブロは下ダイパン。そう、下ダイパン、そうなんだよ。よく知ってますね。以上この組み合わせ結構やってきました。今日のために練習しました。さすがです。あ、しかしこれはいい手前張り、かなりいい位置。うまい、うまい。てかそのうまくないぞ。今のもさ、かなりいい手前張りなんだけど、上り前ジャンプブローでさ逃げようとするのが相当うまいんだけど。あれ中学生やっちゃいけませんよ。やっちゃいけないね、ちょっとあれは。僕中学生の頃あんなことできませんでしたから。そうだよ。あ、でも安息変えてるな。おっと、その見てから、見てから、今見てからだね。見てからかな。だって反応スピード全然違うからね、うちらとは。しかしユリアンのゲージができてるからもうあんまり余計な技食らえない。おっと、大足強気。これそう、ソニックばらまいてラインを上げたい。あー、しかしここでどうする。うまいな、うまいな。いや、いい嫌がらせ。しかしそのカミラ君も我慢強いね。今も、おお、うまい、マジ。あー、ガーフリっていかんともしがたいダメージ、ね、いや、すさまじいダメージだね。もう一本溜まってますから ね、 ちょっとルーレ刺さって、いやー、5番タイク冷静。なんかレミー分かってる動きだね。ね、だいぶそのエイリスのしのぎがうまいけど、
なんかルグレ食らっても全然気にしてないし、そうルグレにね振り回されちゃダメなんだね。おすごい当たり方。さあ危ない、がかわして、しかしここでユリアンのゲージが2マックス、タックルでいいかな。うまいうまい、フリズキアイですから、もう1枚貼ってちゃんと手前張りにしてる、ね、すごい手前張り、しかも超いい位置。結構抜けられないとしても、はい、エイジスに空中ヒットして、うん、なんかダウンするの結構大事なんで、かなり今ダメージ減らせてたよね。そうそうそう、やっぱ回収できなくなっちゃうから、あー結構大事なんだ。じゃあめちゃくちゃうまいプレーをしてるってことね。うまいうまい、まあ、その基本的にやっぱり手前張りに対してマグロになるのが一番ユリアンとしてはありがたいから、あーなるほどなるほど、やっぱりなんか動いた方が基本的にはいいんじゃないかな。あーそっか、大攻撃やっててどんどんゲージ溜まるからってことですね。そうそうそう、最悪別にヒットしなくてもガードさせられればいいよっていう。あうまい、よく見てる見てるうまいな、席替えです、席替えですよ。いやお互いうまいんだけど、やっぱりちょっと火力差はいかんともしがたいね。そうだね、めちゃくちゃ出てるね火力差が、ね、なんかそのまあレミー自体がそういうキャラなんだけど、なかなかそのダメージの決め手に欠いてるところがあるね。そうですね、ここでダメージ取るっていうのがなかなか見出せないでいるところかな。そう、そこがね、まあレミーの、まあ、弱いところだ、ね、弱いって言っちゃあれだけど、まあ、難しいところとでも言っときましょうか。そうだね、うまい、もう食べ分かすなってさ今、ね、2人ともすごいテクインでね、ね、いや今の上な、グロレンダちょっとね、うますぎるね、カミラさんがね。なんかね、いや、テレサ君のうまさんだけど、そう、どっちもうまいんだよ。なんかその、お互いその想定している技術力じゃないんだよ、ね、こんなうまいんだっていう感じ。こうなるとなぁ、フルムだと。わぁ、見てから、見てからか、うますぎるな、うますぎるな、あんなこと俺やったことないよね。え、できないでしょ、前チューパー見てから大様って、あと20年ぐらい若くないとできないでしょいや、なんだかのダメージ取ってきた。ここね、フンヌで、まあ、安息が、あ、あるぞ、あるすさまじい、今今の最大4枚、ね、前風呂しゃがみダイパー、あーっと引っかかってしまった、惜しい、確定しましたね、今のはね。いやでもさっきのね、ユリアンの小パンブロってしゃがみ大パンはもう最大も最大よ、最大だよね、あれほんとうまかった。あーそうそうそう、結構ねユリアンタッチ受けどチョップが強いよね。チョップはね、まあ、飛べるけどどっちかというとタッチ受けのがなんか結構嫌だな、長いから。うまい、 あるある、あれチョップに対してそうですね、できるの、できるできる、できる、チョップだったらできる。なるほどね。さあ中足はちょっとさすがに差し返しはもう中足はきつそうだ、かなりきついから、チョップはまあそれこそピエロさんなんかはよくしゃがみ中盤やせよ、なるほど、差し返してというところはよく見えるかな。さあそういうことやらんといかんか。さあ 6-0、 ここからどう巻き返していくか。そうだね、ちょっとそろそろ巻き返したいね。そうだね、あでも SA 変えたね、またいろいろ試してるのかな。そうだね、あ、うめえな、うまっ、ランドブルできないよ、あんなのランドブル入ってんのマジでうまい、どっちもうまくない、どっちどっちもうまいけどなんかエンブでもやってんのかなみたいな感じ。本当そうだよ、なんかスプラスさんの動画みたいな。そうだね、下反りしてダッシュして飛んでんの確認して大サマー打ってんのにブロッキングしてる、それもブロッキングしてるから、どういうことだよ。うまいな、てかさ、そのうまいんだけどさ、カミラ君も逃がさないんですよ結構これ、あー、当時、今、しかったね。これ、2人ともなんか対戦経験あんのかな。いや、対戦経験もあるって言ってたけど、ただそうは言ってもね。おー、あ、うまい、いい、やばい、これは県内だからね、でもそうだね、ユリアンもね、慎重にいかないと。これまだ県内だからね、状況が五分だから。いやいい勝負いった、うおー、強気、あー、相手突っかかる、惜しいな。今さ、ユリアンの立ち中継にさ、大足差し返してたよ、差し返してたよ、どういう反応なの見たことないよ、完全にね、カミラさんのブロッキング入れポイントがね、なんかレミー分かってるポイントで、ね、的確に反撃してるんだよね、結構やってるっぽいんだよね、なんか太平さんのユリアン見てる感じ、確かにイメージは。そうだね、ブロッキングの仕込みどころは太平さんっぽい、ね、あとちゃんと的確に、おダッシュ見てから
もしかしたら太平さんのプレーも見てるのかもしれないね。まあ間違いないでしょうね、あの太平さんですから。そうそう、しかしいいところでタックレディス、これは抜けるの大変。そしてもう、もう一歩溜まって、あー、しかも意地挑戦して手前張りも完璧だ。いや、画面が見えてる見えてる。もうあそこ冷静に手前張りしたもんね。なんか焦ってね、早く張らなきゃみたいな、そうそうそう、重ねちゃいそうなところをね、しっかりスフィアイジスしてたから、いいとこ取りしてるよね。なんか反動の速さは若いんだけど、なんかでも立ち回りすごい落ち着いてるし、あ、でも手はすごい動くからテクイシみたいな。そうなんだよね、羨ましいよ、ね、羨ましいよ。しのいでるんだけどね、よいしょよいしょ。でもやっぱちょっとユリアンのキャラパワーが強すぎてる。うまい、ブロンだね。お互いブロー光る、上手だな。いい入れ替え、うまいね。いや、ああいうなんかその画面端からのエスケープはマジでうまいんだよ、うん、あ、エスケープね、うん、この大様よ。あー、行ってー、行って、あーっと。あ、どうなる今のはタックル入んないんですかね。どうなんだろうね、なんか遠かったのか削減がなかったのかちょっと分かんない。あー、そうか、微妙なところか、微妙なところ。あ、うめえな、これね、これ強い。なんか強いところ知ってるよね、ユリアンはね。ちゃんとそのいい位置で打つんだよ、そのちょうど足の先端が当たるように、うん、そう、今のタックルもね、しゃがみ中盤しかないから、あ、いってぇ、中玉が出なかった。さあ、コパン対空でだいぶリスクをね、軽減して。うまい、うまいね。いちいちね、最大だよね。あーっと、惜しい。ここで画面を、お、入れ替え、これ難しいよ。あのレミの裏でかなり難しいはずなんだけど。あ、そうなんだよ、うん、投げて、ユリアンゲージがあるな。おっと、逆にいい肘だ。おっと、投げが通って、ここでエイジスが重なって、あ、おー、なるほど。初めて見た今のね、なかなか見れない。なんか初めて見ることばっかだ。確かに。あ、これはあるか。おっ、どうなる。おお、暴れてる。熱い。ああ、しかしここでエイジスが止まる。ああ、最強キャラ。あー、疲れた。惜しかった今。いや、てかブロッキングうまいな、神谷君。全部ソニックブロスだけど、ね、あれしのげるの。いや、めっちゃうまいわ。いや、今取りたかったね。今の取りたかったね。惜しかったな。さあ、おお、マジ、ま、マジ。え、なんで。てかさ、その取れちゃった系ブロッキングだったら結構しゃがみないパンじゃないからさ、打てない、間に合わないからね。間に合わないよ、ね、そもそもどうなってんの。マジでうまいな。あー、いてー、ホームラン。待てなかった。あー、いい拾い。ガードは硬い。あの、そう、ジャンプ台系がね、結構そのユリアンの しゃがみ台パーとか中パン体育潰すんだよ、ね、あー、なるほどね。そこから反則つながるから、あれを結構活用していきたいところではあるけど。そうだね、でも、まあ、また SA がちょっと今またふんぬりになっちゃってるから。あー、そこそこそこ。わーい、どうなるこれは。わー、確定っぽいね、今確定だね、今ね。さすがに確定だね、今のは、ね。さあ、ちょっと頑張ってほしいね。頑張ってほしい。全然ね、8連勝も全然できるから。なかなかその細かいダメージは取れてるけど、でかいダメージっていうのがね、キャラクター的にも難しいところが。そうなんだよね、結構ね。でもね、リードしてたりするんだけど、やっぱユリアンの火力でね、一撃で持ってかれちゃうから、終わっちゃうから、ね、しのいだ。いや、でも本当ブロッキングうまいな。うまいな、ミスんないよな、うん、俺こんなにこんなにうまくできないんだけど。結構やっぱさ、球はブロッキングするけどさ、たまにミスっちゃうもんね、チクチク。あ、普通はミスるはずなんだけどね。普通はね、うん、本当にうまいな。あー、ちょっと出なかった。あ、うますぎる。見てからでしょ。マジで超うまい。あ、終わった。マジ。いや、9対0か。今の垂直チューパー漏れちゃったやつね、うん、いや、めっちゃ見てからだったよね。いや、見てからでしょ、あれ完全に。すごっ、あれうますぎるな。9対0です。ああいうのやりたいね。やりたい、できたら。
っぱあそこでやっぱりねユリアンとか中盤とかで甘えちゃうから。そうだね。いや俺も全然あんな打てないよ。あれ当たったらってタックルタックルヘッドでも試合決まるじゃん。確かに、うん、さあ一矢報いたいとこですけどだね。まあ、色が最強になってあ色が強くなったね。でいやちゃんとコパンテリブル有利取ってから2択。いやチョップ強えな。チョップが減るんだよ。減るな。気づいた時にはゲージ1本だもんな。いやこれはきつい。いい入れ替え。うまいな。いい判断。あのなんかちゃんとしたなんか画面端から逃げるのをねちゃんとやってない、やれない人が多いから。おおマジか。すさまじい食べ物。うまいな。しかし入れ替えてうまい。さああーいいところに出てくれが。さあここは県内だよ。これこっちが。おお中断だった。勝負強い。冷静。カミラさんリーチですか。リーチですね。何が通って様子見してるな。怖い様子見だね今のも。様子見とかできないよ。ボタン押しちゃうもん。押したいよね。押したいよ。ゲームやってんだから。そうだよね。あしかしこれはいい展開。画面した投げる方向もうまいですね。あーっと入れ替えてしまった。どっちも投げる方向間違いない。間違いないね。あしかしここは結果的に握ることができたからよかった。さあ頑張りたい。カーテナが変わってんのかい。大事当たってお、ここで、あーっとミスってしまった。タックル、エイジステイスからあー完璧ー。勝ったのはカミラ君のユリアンでした。おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。結果はなかなか激しい形になりましたが、10対0ということでカミラ・ユリアン勝利ですね。じゃあまずは、若さっていいな。ジジイのコメントが来とる。じゃあテレサカとりあえずね、申し訳ない一言ずつインタビューいただければと思います。カミラ君、はい。あ、じゃあテレサ君から負けた方から、お疲れ様でした。見事に 10-0 で負けました。なかなかね、試合内容はね、マイクの2人が言ってた通りね、なんだろう、いろんなもの対策とかが見えたりもしたんだけど、ちょっと結果がなかなか結びつかんかったね。いやもうこれはね、もうもうちょっと近づけて。もうこれはね、もうなんて言うんだろう。もうフンヌがすごい込み上げてくるような。まあまあまあ、もうやばい。もうとりあえず次はちゃんとぶちのめせるようにちょっと。なるほど。マジ努力しますわ。本当今以上にも努力します。ちゃんとね、リベンジがもし次あるならしっかり練習して、もう一回機会は。マジでちゃんと練習します。了解。まあ練習はしてんすけど、それ以上にもさらに練習します。7時間ぐらい。あんまりね、本業おろそかにしないようにっていうおじさんの言葉を添えて。いやでもまあ結果つかなかったけどね、本当に頑張ってもらえればと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、完勝と言っていいですね。カミラ君お疲れ様でした。お疲れ様です。やってきたことはできた感じかな。いやまあなんとか。実際どう、初めて10先やってみて。いややっぱめっちゃ緊張しましたね。まあするよね。したけど、でも試合中はあんま緊張しなくて。あ、本当に結構できたかなって感じがしたので、よかったと思います。練習してきたものがね、ちゃんとこういう場で出せるっていうのは逆に素晴らしいことなので、ね、まあ勝ち負け以上のものをちゃんとなんか経験として持ってもらえれば嬉しいと思いますね。今回は多分挑まれた形だと思うので、はい、もし次ね、誰かとやりたいとか機会があればいつでも言ってもらえればといいので、はい、です次出場してもらえるのを楽しみにしてます。はい、あとそうですね、いろいろ対策とか付き合ってくださった皆様に本当感謝を、気持ちが、はい、素晴らしい、いっぱいです。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、というわけで開幕はカミラ・テレサは10対0ということでカミラ・ユリアン完勝でしたね。さあ続